Hello everyone, and welcome back for more Yakuza Like a Dragon here today. I am Strictly Gaming. I just want to first of all say you guys are all staying safe out there and having an amazing day. And I just have to say, first of all, I'm actually really enjoying this series so far. The cinematics actually look incredible. And we're just left off where the boss is about to shoot Ichiban. If you haven't checked out that episode, guys, I'm going to put a link right now in your top right hand corner. I do recommend you check that out first before you're coming to watch this video. But if you have, let's continue on. But before I do, guys, can I ask you to hit that subscribe button and help me reach that 250 subscriber goal by the end of this year and join my community of all Japanese gaming. Anyways, without further ado, guys, let's get going. Okay, welcome to Chapter 3, The Town at Rock Bottom. It's a miracle how he survived that, guys. Where's his top? Alright, he's got this mad dragon tattoo on the back here. ようやく目覚ましたか。今日が水曜日じゃなくて命拾いしたな。水曜はこの辺生ゴミの回収日だからよ。傷口はまだ完全に塞がっちゃないが、立てんなら問題に。さっさと家に帰るんだな。母ちゃんとか神さんとか子供とか 誰かは心配してんだろ。俺は迷惑はごめんだ。ああ、そうそう、場所は適当に自分でやってくれ。あのよ、おい、あの男やっぱ死んだか。死んだだろ。いや、生きてるよ。え、なんだよ、くそ、俺の負けか。悪いけど負け分はつけて頼むよ。 分かったよ。しかしスリートで塗っただけでよく治せるもんだ。さすが元看護師だな。ああ、この男の生命力あっての結果ってとこだ。ああ、なんて仕事野郎だ。お前が死の方にかけて損したぜ。おとなしく死ねっての。ああ、なんでその目。じゃあお前が負け分払ってくれんのか。 やめろバカモン。それより今日は久しぶりに大量だ。あんたも一匹食うか。お、お裾分けしてくれんのか。でもカセットボンベを切らしててな。一本調達してくれたらそれと魚は交換だ。ああ、マジかよ。仕方ねえ、ちょっくら探してくるから待っててくれ。あのよ。 どうした？そう、いろいろ聞きたいことが。とりあえずここはどこだ。偉人町だよ。偉人町、伊勢崎偉人町。ここは横浜だ。知ってるだろ、横浜。 横浜？なんで俺が横浜に？そんなの俺は知らねえ。3日前かな、夜中周りが騒がしいと思ったら仲間が血まみれのお前さんを担ぎ込んできたんだよ。ゴミ捨て場に捨てられてたっつってな。死んでるかと思ったんだが、気を失ってるだけだった。
死にかけちゃいたけどな。で、あんたが手当てを。うん。でも見りゃ分かる通り、ここじゃろくな手当てはできねえ。助かったのはあんたがしぶといのと、弾の当たりどころが良かったことだ。弾は心臓をギリギリかわして動脈を傷つけず、背中から抜けてた。軌道がちょっとでもずれてたら、あの世行きだったはずだぞ。そっか。ありがとね。つまり、あんたは命の恩人。勘違いすんじゃねえ。え？ここで死なれちゃ、俺らが困るんだよ。困る？殺人事件となりゃ警察が来て、目撃者を探すために、俺らにいろいろ聞きに来るだろう。かもな。マスコミもドヤドヤやってきて、俺らにカメラ回してマイク近づけてくるだろう。かもな。かもなじゃねえ。バカかお前。いいか、そもそもここに俺らは住んじゃいけねえんだよ。自分で言いたくもねえが、俺らは不法居住者なんだ。そっか。しかも住んでる奴らはいろいろと分けありのもんばっかりだ。カメラだのマイクだの、迷惑どころか命取りになる奴だっているんだ。分かったか。分かったよ。じゃあとっとと自分の家に帰れ。自分の家。すまねえな、イチ。帰る場所なんてねえんだ俺には。うん、あの迷惑はかけねえ。少しの間だけここで休ませてくんねえか。嫌だね。頼む、ちょっとだけ助けると思って。助ける？まさかお前、俺らが助け合って生きてるとでも思ってんのか。俺たちは奪い合って生きてんだ。俺らの世界ってのはな、コンビニで廃棄された弁当一つを狙って何十人もが群がる世界だ。お前がここにいるとその分誰かの食い口が減る。大迷惑なんだよ。さっさと消えろ。わかった。No, it's not looking too good there. めんどくせえな。傷もまだ治ってねえし、体力も限界。倒れて当然だ。しょうがねえ。少し休んでけ。ありがてえ。あんた、なんだかんだでいい人なんだね。ここで死なれちゃ困るって言ったろ。それだけだ。そうだったよな。でも、恩に着るぜ。とはいえ、まずどうしたもんかな。どうしたもんかって、何がだ。俺はお前と長い付き合いをする気はねえ。でもここにいる以上、俺の言うことを聞け。ああ、分かった。お前、名前は？一番、春日一番だ。うん、偽名を使うとは意外と用心深いな。まあ、こういうとこじゃ偽名を使うのは普通だ。でもネーミングのセンスがねえな。偽名ならもっと。本名なんですが。え、そうなのか。ああ、これは失敬。じゃあ一番でいいな。なあ、で、あんたは。ナンバだ。ナンバ。偽名なんだろ。さて、どっちでしょうか。興味ねえよ。そういうこと。ここではそんなのはどうでもいいんだ。ところでお前、少しくらい金持ってんのか。一文なしだろ。なあ、一銭もねえよ。問題ねえよ。でも今からすぐ金を作ってもらうぞ。稼ぎ方は俺が教えてやる。なんだよ、いきなり金を稼げって。ここにいたいんだろ。でもそれは俺の一存じゃ決められねえ。村長からの許可がいるんだよ。村長？ここの秩序を保ってる古参のホームレスだ。村長の許可さえもらえば、まあ、お前もしばらくここで安静にできる。でもそれにはまず多少の金を稼いでもらうのが一番なんだよ。上納金ってことが。うん、そうとも言えるが、
ちょっと違うな。村長はな、甘えを許さない男だ。働かない者や怠け者、嘘つきは徹底的に排除する。そういう人に許可をもらうには、汗水垂らして金を稼いで、でもここにいたいっていう意思表示が大事なんだ。わかるか？わかった。でもどうやって稼げばいい？教えるって。夜までに少し稼ごう。ついてこい。さて、じゃあ始めるとするか。始めるって何を？稼ぎ方を教えるって言っただろ。よく見とけ。これが俺たちの稼ぎ方だ。Just got that. Look at our suits all dirty now. This is interesting. Gonna find a job. 稼ぎ方ってこれかよ。かっこ悪いな。かっこいいとか悪いとか言ってられねえんだよ俺たちは。プライドなんか捨てて地べた這う覚悟がねえと生きていけねえぞ。ん？この感触は500円玉。え？本当か？ああ間違いない。今日はついてるぜ。座れ。くそ、変な希望持たせるんじゃねえやったか。ほら、次はお前がやる番だ。この付近にある自販機一通り回って調べてこい。うん、あとゴミ箱もな。金になるものが捨てられるかもしれないからよ。分かったよ。俺は先に戻ってるからよ。お前も調べ終わったら戻ってこい。この町は危ねえ連中がたくさんいる。あまり遠出しないようにしろよ。じゃあな、しっかりやれよ。Okay, so it looks like our first mission is to collect cans and find coins under the vending machine. Alright, what is this here? You learn that the treasure hunt ability, by pressing square near search points around town, you can obtain money and items. You can even get some rare items if you're lucky. Okay.What's this? There are locked gold and silver safes throughout the city. A gold safe is opened with a single gold key. Silver safe can all be opened once you have acquired a silver safe skeleton key. Gold safes tend to have rarer items, so keep your eyes peeled for them. Alright, there's a lot of places we can visit. Alright, there's one here. Let's check this out. Huh? We've got 5 yen.Alright, let's have a look. How cool is this now? Yokohama. Is this what really Yokohama looks like in real life? I wonder. I've never been. Huh? Leave a comment down below if you have. Alright, so let's check around this way. Looks like this is the direction we need to go. Oh, here we go. There it is. Huh?Oh, damn it, nothing. どうだった？頑張ったんだな。稼げた分はたったこれだけだ。村長、こいつが話してた男です。で？なんだ坊主。一番と言います。わけあって撃たれたんだろう。そりゃ腐るほどわけもあんだろうよ。はい、体が回復するまでここに置いちゃくれませんか。これっぽっちですが、金も用意しました。てめえが稼いだ金だろう。せいぜい盗まれないようにするんだな。受け取ってもらえないんですか。俺はここにいちゃダメって。ここに住む人間にとって重要なのは金よりも身の安全。はい、
わかります。自分で働いて律儀に金を持ってくるような親友になら島を荒らすようなことはしねえだろう。ありがとうございます。村長の恩義必ずお返しします。恩義？ヤクザか、お前。ええ、つい最近まで。いや、当の昔に見捨てられてたみたいなんですけど。ふん、何があった、話せ。It's gonna be a long story for this old man. Oh, that looks delicious. 無所勤めした子分を打つなんて、なかなか根性のある親分だな。辛いか。辛いとかどうとかって、そう、なんとも言いようがないっていうか。やるよ。ありがとう。尻尾はちぎって、まあ、こんな風に酒に入れてみな。え？ああ、ああ。これぞ偉人潮流ヒレ酒だ。体が治ったら出ていくもよし、住み続けるもよし、好きにしろ。本当にありがとうございます。で、明日からどう暮らすんだお前。自分の食いぶちは自分で何とかしろよ。分かってる。じゃあ朝5時半に出るぞ。とりあえず無難に缶でもやるか。缶？缶拾いのことか。そんなに早く起きんのか。早いもん勝ちの奪い合いだからな。寝坊したら置いてくぞ。分かった。やる以上はバッチリやるぜ。Just how amazing how much cinematics in this game is. It's actually beautiful. I love it. Alright, I'm beat. So Nemba says you got plenty of sleep while you recovered. Take this seriously. I like it. You can even see the hole now on his suit, on Ichiban's. That's where the gunshot wound was. Oh. Hey, we're here. Kan-san. Oh.Oh, mysterious. This guy's the newcomer. Name's Kasuga. Hello. Here you go, just like you asked. A can-do attitude. We've got a sub-story to do. What is this? A bike he customized for a can collection. Cans don't sell for much, but gotta find a whole bunch to make it even worthwhile. Hey.Okay, looks like we're gonna be cycling around town to find them, hey? Well, I'm gonna start collecting. Alright, been a while since I rode one of these. Well, this is no ordinary bike, it's custom made for recycling. If you have ridden it in a while, why not take her out for a quick spin? Alright. Oh, okay. Hold R2 or circle. Okay. Reverse is X or L2. You know what? I want to do L2 and L2. Yes, yes. 大丈夫そうだね。Go take a lap around and see what you can scrounge up. 缶拾ってこい。ここの川沿いは結構空き缶が落ちてるスポットなんだ。まずはまっすぐ近くに。Alright, there's a map here on the left, guys. So that looks like the path that we need to go. Alright, so I'm just gonna hold R2. This is pretty fun. Not bad. 落ちてる。
that. Something, it's only something in Sega games or Yakuza games that does this. Oh, what's this? Yeah, what the heck is that? Energy drink that power you up. Press triangle while power up to boost, giving you a short burst of speed. Ah. Okay, let's try it. Whoa! Oh, I missed one. Yep, there we go. Alright, here we go. What the? Oh, look at this, a homeless rival. You're not the only one questing for cans. Should your rival ram into you, you'll lose your cans. However, you can also steal your rival's cans by ramming into them by during a boost. Oh. Alright. So press the boost button to hit them. Okay, sounds pretty simple. Oh, must be around here, eh? Here we go. Charlie, you are not a A lot of other guys were out there doing the same thing. I bet they were. Homeless here in town are always on the prowl for anything salvageable. Gotta bust your butt to earn your bread. Even among the homeless, it's survival of the fittest. Someone comes chasing after you, scram, otherwise you ram into them as hard as you can and take what they got first. Sounds pretty fun. Collect as many cans as possible and come back here within the time limit. Consider your reward gone if you're even a second late. Ain't one to waste time. So I'm gonna be back at the parking structure before time's up. Got it. So more cans mean better haul, but what's the point of hoarding if it all goes to waste? Oh! Collect enough cans to fill your quota or more and return to the starting point within the time limit. Gosh, here we go. Alright, let's do it, guys. Look at that big pile there. Ah, what the? Missed me. Yeah, there we go. I could have collected a lot more. I got a C. Alright. I didn't know there was a ranking involved for this. To next can collecting rank. Okay, so there's a ranking as well. It's an eco point. You can exchange these eco points for cash, food, or whatever kind of junk you want. It's quite a system you got there. Okay, that's a pretty fun little game here. Something I've never seen before in any Japanese games. Thanks, buddy. He's well protected from... Look at his mask, man. So we got 150 yen, so that's about $1.50, really. It's not a lot. This really is about survival of the fittest. Commodities, he's saying. So swap for commodities, not money.
缶集めやエコポイントの取引をしたいときは会いに来い。Alright, so this is a spot where we can keep playing this mini game. わかったぜ、母さん。また来るよ。どうだった？すげえ頑張ったのに、これっぽっちだ。ホームレス家業なんてそんなもんだ。今日は特別に飯をごちそうしてやるよ。いいのか？栄養失調で倒れられたら迷惑だからな。米が食いてえのは百も承知だが、今朝はパン屋の廃棄日でな。文句言うんじゃねえぞ。コッペパンか。なんだ、文句言うならやらねえぞ。そうじゃねえ、大好きなんだよこれ。あ、無所の中じゃ毎日くせえ麦飯ばっか食わされててよ。でも週に一回だけ普通のコッペパンが出るんだ。それが楽しみでしょうがなかった。なんで普通のコッペパンだろう。普通ってのがいいんだ。無所は普通の場所じゃねえ。くせえ飯を食ってるとそれを嫌ってほど思い知る。俺にとっちゃコッペパンの普通の味ってな、シャバの味だったんだ。シャバの味ね。ほらよ、いただきます。きうめえ。面白いやつだな。おい、集金屋が来たぞ。今月は随分と早いな。お、who are these guys? 今から今月分を回収する。各自金を用意して寝床の前で待て。なんだあいつ。集金屋のテイっつってな。寝床料って名目でホームレスから金を巻き上げてんだ。はぁ、なんで金払わなきゃいけねえんだ。ここはあいつの土地なのか。そうじゃねえが、俺がここに来る前からそういう決まりになってんだ。そんな金払う必要ねえじゃねえか。拒否すりゃいいだろ。俺だって毎回ぶん殴ってやりたいと思ってるさ。だが支払いは村長が決めたルールだ。村長が？噂じゃてえはハンピン・リューマンのメンバーらしくてな。ハンピン・リューマン、偉人町に昔から根城がある中華マフィアだよ。奴らを敵に回せば何されるかわからねえ。 Okay, so there's Chinese mafias too, these guys. 何がマフィアだよ。よし、恩義を返す時が来たな。やめろ。村長はここの平和を維持するために渋々支払いを飲んだって話だ。村長の考えを無視する気か。それはだからおとなしくしろ。それより一番、2000円持ってるか。いや、とてもそんなにねえよ。やべえな、俺も自分の分で精一杯だ。一番、あん中に隠れてろ。俺がうまくやる。絶対動くんじゃねえぞ。なあ、分かったよ。よう、ナンバちゃん、ケーキはどうや。ケーキのいいホームレスなんて言いやしませんよ。そ
そんな甘ったれたこと言ってっから社会復帰できねえんだよ。毎日酒飲んで寝てだらしねえ暮らししやがって。おっしゃる通りっす。すんません。なんだこのでけえのお前のか。ちょっと荷物が増えたんすよ。荷物？おい中身確認しろ。お待てよ、俺にもプライバシーってもんが。てめえみてえなクズにあるわけねえだろ。おう、騒んじゃねえ。ちわーす。いやごめんよ南波さん、やっぱこんな奴らに我慢することねえよ。誰だお前。昨日からここでお世話になってるもんで。そうか、だったらてめえもここの住人ってことだよな。住むからには払うもんきっちり払ってもらうぜ。金はねえ。ま、あったところで払う気もねえ。おい、ナンバー、めんどくせえの連れてきやがって。しかもそれを俺らに黙って書こうなんてよ。後でたっぷりお仕置きだぜ。この人は俺の命の恩人で、その手どけろ。はあ、かっこいいね。まあお前みたいに尖った信号は時々いるんだよな。だが負け犬はどこでどんだけ吠えようと、所詮負け犬の遠吠えってやつよ。そういうバカには体で思い知ってもらうしかねえな。止めねえでくれよ、ナンバさん。止める？冗談じゃねえ。止めても殺されて川の底に沈められるだけだ。こうなったらこいつら一発でも殴ってから死んでやる。ナンバてめえ、何信号に混ざれてんだ。二人まとめて空き缶一つ拾えねえ体にしてやんぞ、こら。よっしゃ、行くぜ。All right, guys, we get to finally fight the Zangs. All right. Oh gosh, I'm level 8 actually. All right, you know what? Let's just use our best moves. There we go.Alright, let's see what skills he's got. What's this? Damage an enemy by throwing beans at them and letting a flock of pigeons do the rest. Alright, I like that. Got it. Oh! Oh! Let's do Tenacious Fist. Let's do it on this bloke here. Let's take out this guy first.Yeah, there we go, he's out. Let's check his normal attack. What does this guy look like? Alright, it's not too bad. Oh, perfect guard. Nice. Alright. Let's just try this again. Nice, there we go. What's this thing?Namba blows his trademark smelly breath all over any side, lowering their defense. Oh, I've got to see this. That's so cool. Whoa! Oh, gosh. There we go, that did some damage. Alright, hang on a sec. Do we have any items?
No, we don't. You know what we do? I saw a power nap. This looks like useful. Nice, that did some damage. What's this? Appeal to an enemy's sympathy for the downtrodden. If successful, they'll hand over an item. I wanna try it. Ah, damn, didn't get nothing. There we go. No! How do I do that? Alright, let's try this again. Nice. There we go, guys. We got him. Wow, huge amount of experience there. Nice. So we've leveled up our new character, Namban? Namba? ここのホームレスから2000円ずつ集めてもよくて10万そこらだ。そんなせこいしのぎに精出すチンピラが生きがってんじゃねえ。本当にいいのか。10万を敵に回せば命はねえ。今詫びを入れれば今日のことは忘れてやる。そういうのをさ、負け犬の遠吠えっつうのよ。うるせえ。最後のチャンスで謝るなら今のうちだ。さだから謝らねえっつうの。後悔しても知らねえぜ。よく吠えるな。じゃあ謝んねえとどうなるんだ。半ピンなんとかってのがやってくんのか。半ピンなんとかそんなに強えのかよ。当たり前だ。横浜最大の中華マフィアで。おい、てめえらよく分かってんだろうが。はあ。で、その最大の中華マフィアの幹部連中がここまでわざわざ来んのかよ。何？じゃあさっさと帰って幹部に報告しろ。小遣い稼ぎしてたらホームレスに帰り討ちにされましたってよ。でもどうかな。じゃあ俺らが敵取ってきてやるなんて優しいこと言って出張ってくれんの。おめんとこの幹部はそんなに暇か。暇マフィア。あ、暇マフィアか。ふざけやがって。ふざけちゃいねえ。おめえも組織の人間ならわかんだろ。幹部が下っ端のいざこざくれえでいちいち出張るなんてしねえことくらいよ。全てのもんじゃねえぞ。後できっちり筋通させてもらうからな。うるせえ。だいたいここはリューマンの島の外だろうが。マジか。そりゃますますまずいんじゃねえの、ティーちゃん。何？俺は横浜のことは詳しくねえけど、縄張りくらいはきっちり決まってんだろう。あんたにとっちゃ軽い気持ちの小遣い稼ぎでもやってることは立派な島嵐だ。自分とこの縄張り越えた上にホームレスからは帰り討ち。組織のメンツも丸つぶれか。どう報告するか大変だなこれ。貴様らなあ、てぃちゃんよ、下っ端ってのはきついよな。俺もよくわかんだよ。でも弱いもんいじめはよくねえよ。うっしゃ。今日のところは開けてやる。帰るぞ。そっかい。じゃあ次はなんか食いもん持ってきてくれよ。勝手なことをしてくれたな。いや、でもこれでも奴にビビる必要ないっすよ。
次にあいつらに手を出したらすぐに出て行かせる。俺らにとって一番重要なのは明日の寝床なんだ。忘れるなよ。いいな。あんなに怒ることはねえのによ。いや、すまねえ。やっぱ俺勝手なことやっちまったよな。いや、お前の見立ては間違っちゃいねえよ。おかげでずっと溜まってた怒りが発散できたってもんだ。俺だけじゃねえ、見てたみんなもすっきりしたはずだ。礼を寄せ。そんな礼なんてやめてくれよ。しかしお前は人を怒らせる天才だな。は？わざとじゃねえよ。それにそんなのやべえだけだろ。間違いねえ。でもな、厄介な才能でもその人間の魅力には違いねえ。そんなもんだ。どうだかね。しかし知らなかったな。横浜じゃ中華マフィアがあんなに幅を利かせてんだな。中華マフィアだけじゃねえ。この町を仕切ってるのは偉人さんだ。偉人さん？赤い靴開いてた女の子、偉人さんに連れられて行っちゃったと。さっきのテイが所属しているのが中華マフィア、ハンピン・リューマンだ。そしてこっちがコリアンマフィア、つまり韓国の組織だな。 Oh wow, there's Korean mafias in this game too. その名も、 And the Japanese. Japanese, Korean, and Chinese, okay? 総称して地元の人間は偉人さんって呼んでんだ。じゃあ横浜青龍会ってやつはやっぱり近江連合の傘下なのか。バカ言え。青龍会は未だに一本独行を貫き通す筋金入りだ。じゃあ偉人町に近江連合は。近江連合どころか、偉人町には東条会さえ入ってきたためしはねえ。日中間によるこの鉄壁は肉の壁って言われるくらい頑丈だ。よその勢力は決して入ってこれねえ。肉の壁か、すげえ例え方だな。じゃあその3つが連携して町を守ってんのか。連携？そんなことしてねえさ。この3つはな、昔からバッチバチに睨み合ってんだ。え？じゃあ明日にでも戦争が起こったって不思議はないんじゃ。まあ冷戦状態だな。冷戦？何か少しでも摩擦が起こればいつ爆発してもおかしくねえ火薬庫みてえな状態ってことだ。なるほど。一番よ、いつ爆発するかもわかんねえ火薬庫に盗みに入る気になるか。冗談じゃねえよ。だろ。つまり冷戦状態である限り外部の組織は横浜に手を出さねえ。出したくたって出せねえ。一触即発だからこそ侵略者を防いできたってことか。でももし火薬庫に火がついて横浜の内部で戦争が起きちまうことだってあるんじゃねえのか。考えたくもねえな。あの3つの組織はそれぞれがマジで半端じゃねえ。それこそ核爆発くらいの衝撃が走るんじゃねえかな。でも随分長いこと戦争もしてねえんだよな。だったらもうそんな気もさらさらねえだろう。意外とその偉人さんの幹部ってのも冷戦にかこつけてのんびり構えてるんじゃねえ。それは違うな。3つのトップはそれぞれが最強を目指し合うことで冷戦が保たれてるってことを誰よりも知ってる。むしろ日々組織力を高めて成長を続けてるはずだ。火薬庫のデカさは増すばかりか。横浜の裏社会で生きるってのはそういうとこで生きる
覚悟が必要ってことだ。なるほど、十分気をつけろってか。まあな。でも一番、お前はラッキーだったんじゃねえか。あ？なんでだよ。お前は近江に寝返った親分から撃たれた。そして、まあ、誰に運ばれてきたかは知らねえが、この横浜に来た。でもここ横浜は関東で唯一近江の手垢がついてねえ場所だぞ。少なくともここにいれば安全なんだからよ。そこはラッキーだろうよ。まあでも俺は偉人町でのんびりしてていいのかな。いや、さっさと出てけ。止めねえから。分かってるよ、すぐに出てくよ。何すんだよ。当分無理だ。無茶すりゃまだ倒れるだけだぞ。口で言ってくれりゃ分かるっての。はあ、はあ、Oh wow, that's a lot of money. なんだそれ。やばい。覚醒、一番。え？万札だ。あいつ万札持ってるぞ。万札だ。おい、落ち着け。俺昨日この辺で万札落っことしたんだよな。何言ってんだよ。これは一番のもんだ。え？よ。俺は万札なんて覚えがねえんだけど。ほら見ろ、やっぱ俺のだ。ほら返してやれ。いや久しぶりだな、ゆきちゃん。もう一生会えねえかと思ったぜ。今綺麗にしてやっからな、待ってろよ。なんだこれ。どうした。裏が真っ白、おもちゃの札じゃねえか。いや、ちょっと待て。こいつはおもちゃじゃねえ。表はどう見たってモノフォンの万札だ。それに透かしだって入ってる。え、おもちゃで透かしは入れねえやな。じゃあ裏はねえけど一応本物か。5000円分は使えるとか。アホ。ってことはつまりこれって偽札。うん、フェイクビル、カウンターフェット。偽札。お前どこでこれを手に入れたんだよ。違う、これは俺のじゃねえ。俺が落としたもんだって言ってたのは誰だ。俺が万札なんて持ってるはずねえだろ。持ってね、特に使ってるよ。分かってる、やめろ二人とも。お前のだろ。お前なんでこだも持ってんだ。こんな厄介なもの持ち込みやがって、いい迷惑だ。あのなあ、こいつをここに置いとくともっと厄介こと持ち込むぞ。こいつは追い出すべきだ。だから知らねえっての。偽札なんて全く覚えがねえよ。嘘つき。じゃあこれはどっから出てきたんだよ。待て、確かにこれは一番のポケットに入っていた。だがポケットには撃たれた穴が開いてるんだ。もし一番がもっと前から持ってたとしたら、万札にも銃弾の穴が開いてるはずだ。だがこいつは開いてねえ。撃たれて気を失った後自分で入れるなんてこともありえねえ。つまり撃たれた後誰かが一番のポケットにこいつを入れたんだ。誰が、何のために。わかんねえよそんなの。まあここに運んできたやつなのかな。でもそれが誰なのかもわかんねえんだよな。ああ、そもそもなんで俺がここに運ばれてきたのか、なんでそんな札があんのか、本当に訳が分からねえんだよ。嘘じゃねえよ。とにかく俺たちは警察が絡むような揉め事はごめんだ。そんなもんさっさと捨てて、もう騒ぎ起こすんじゃねえぞ。騒ぎにしたのは誰だ。村長に報告するぞ。ナンバさん、そりゃ勘弁して。で、分かった。
約束する。騒ぎや揉め事には気をつけるから。Huge mystery right now here, guys. やっぱ俺はここにいるべきじゃねえよ。だからって他に行くあてもねえだろう。だけどどこへ行ったってここよりはマシな気がするぜ。え？一日足を棒にして働いてこのざまだぜ。そもそも世の中にはよ、これっぽっちよかもらえる仕事っていっぱいあんだろう。あるだろうな。あるだろうなって、じゃあやろうぜ。そのあてがあんのか。そんないい仕事を紹介してくれる知り合いでもいるのか。え？そうだ、ハローワークにでも行けや、なんかあんだろう。あのな、簡単に言うんじゃねえよ。みんな聞いてくれ。何する気だ。なあみんな、なんでこんな暮らししてんだ。一度でもハローくらい行ったか。行ってねえって顔だな。あんたたち体力はあるじゃねえか。手先の器用なやつもいるし、料理がうまいやつだっている。なのになんで仕事を見つけようとしねえ。めんどくさがってんじゃねえよ。おいおい、トラブルと揉め事から逃げてこんなしょぼいぬるま湯みたいな暮らしを続けんのか。ここで一生終えてえのかよ。俺はごめんだぜ。一緒にハロワに行って仕事にありつこうぜ。どうしても行かれってんなら腕づく。いい加減にしろ。みんなそれなりの理由があってここにいるってのを忘れたのか。ああ、わけありってことだろ。覚えてるよ。でも多少のわけがあったってここに居続けるよりマシだろ。面倒くさがらなきゃ働けるところぐらいあるさ。前科持ちでも大丈夫だって。てめえ勝手に決めんじゃねえ。ここには前科者も確かにいるさ。でもほんの数人だ。ほとんどのやつは罪人なんかじゃねえ、うん、騙されて借金の保証人になっちまったやつ。家族のために頑張ったが期待に応えられず、その家族にも逃げられて途方に暮れちまったやつ。みんな心が折れて仕方なくここに流れ着いてきたんだ。お前心が折れちまった人間の気持ちが分かんのか。ああ、みんな家族や親兄弟もいて捜索願いも出てる。待ってる人間がいるって分かってんだ。そりゃそこに帰りてえさ。でも帰れねえよ。折れた気持ち引きずったまま帰れやしねえ。そんな奴らを無理やりハローワークに連れていくだ。そんなことしたら一発で居所がバレてまたどこかをさまようわなきゃなんねんだぞ。働くのめんどくさがってるだと。みんなまともな仕事をやりてえよ。でもそういう仕事に就きたくてもそれができねえ事情があるんだ。だから遠回りでもここで頑張ってんだよ。すまねえ。てめえの価値観を押し付けんのはやめとき。まあでもよ、例外もいるぜ。え？一番の言うように前科者で面倒くせえことから逃げてるだけのやつも一人いるな。は？俺だよ。確か難波は元看護師だったよな。なんでホームレスに。んな話はどうでもいいんだよ。お前の演説には一理あんのも確かだ。よし、思い立ったら吉日だ。一緒に行ってみっか、ハローワーク。 Alright guys, so we finally got Namba join the party. And Kasuka now use the skill tag team Essence of Mayhem. Nice, we got a new ability. Alright, and this is also where I'll be leaving it off here today. But thanks very much if you watch up to this point. I know there's a lot of cinematics in this game, but I hope you're enjoying the story just as much as I do. And if you haven't, can I please ask you to subscribe so you'll be notified on my next upload on this series.
But for now, I say thank you very much if you watch up to here, and I'll see you all on our next mission. Bye for now.